23代国王免襲の聖母。李氏朝鮮第11代国王、中宗の3人目の王妃。本願は八大ライン氏。死亡は、聖列人名文帝王公。破産不倫君、安氏平行院コレトと、前上夫夫婦人、李氏の娘。1515 15年に、小高氏王公が、三俗死すると、1517年に、監督、17歳で王妃に作法された。 小高歌王皇の登園にあたる。彼女は生死を保護する責任があったので、後日彼女の政治的立場が強化される名分になった。1534年に、喜び元王君を生む。中宗晩年期から、弟の院元公と側近で院元公の妻、定蘭忠氏らと共に調整に介入し、1544年11月、中宗が没すると、王大妃となり、 1545年8月に、ママコの人層が没し、同月に、喜び元王君が12歳で即位して、民衆となると、大王大妃に転じ、貢献として、水連調整を行い、優れた政治感覚と、儒教的な見識を発揮して、家臣たちを制圧した。寮は、ソウル特別市安市玄区公領堂にある大寮。文帝王校は仏教を厚く信じていたことから、 仏教に対する保護政策を図り、身辺に僧侶を近づけるなどしたため、反仏教的な呪者から批判を受けた。ありがとうございます。